はい、こんばんは。2017年11月11日土曜日午後9時30分を回りました。デイリー4語品語、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、宮崎県地方、今日もね、非常に良い天気、秋晴れで、まあ、過ごしやすい、一日でした。まあ、昨日はね、夜ちょっとパラパラパラっと雨が降ったんですね。ちょっと昨日お昼から、気分転換に、綺麗にね、車を洗ったんですが、ちょっとね、雨が降ったんで、もう一回明日、車洗おうかなと思ってます。なおちゃんさん、こんばんは。須藤さん、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、ずっとね、懸案だったこの夏から、ずっとね、勉強していた、YouTube、認定資格試験に、なんとか受かりました。イエイ。4科目あるんですね。4科目あるうちの中で、科目数が、名前が、まずチャンネルの成長というテーマ、そして、コンテンツの所有権、そして、アセットの収益化、そして、コンテンツ戦略という4科目があって、どの科目でも1科目でもいいし、まあ、全部受けてもいいんですが、コンテンツ戦略は英語なんですね。学習する内容は日本語なんですが、試験の内容が、試験の問題が英語なんで、まあ、日本現段階で、まあ、日本人が受験できるのは、3科目。あ、チルトサンドさん、こんばんは。3科目です。その3科目のうち、実はね、夏、早い段階に、チャンネルの成長という項目テーマ、まあ、割とね、僕らに関係が深い、テーマで、どうすれば、自分の YouTube のチャンネルが成長していけるのかということをね、勉強して、まあ、それを試験で受けたんですが、なんと落ちました。そう難しくない内容だったんですが、4択の問題が2時間で50問出ます。それ答えていくんですが、どこをどう間違ったのか、割とね、自分に一番関係のある、テーマをね、落として、しまいました。で、その後、衆議院選挙があったんで、選挙対応等で、なかなか勉強できなくて、今月ね、もう選挙も全部終わった今月からね、また再度、勉強を始めました。今回ね、受験したのがすいません、コンテンツの所有権というテーマです。まあ、これ、YouTube における著作権とか、あと、コンテンツ ID システムとか、これもね、割と僕らに、関係がある内容。残りはね、コンテンツ所有者というね、YouTube、独自の、CMS という、コンテンツマネージャーを使う、操作が伴うんですが、その基本的なこと、著作権、あとコンテンツの所有権、そういったことをね、取り扱う、科目をね、ずっと勉強してきました。まあ、なんとかね、受かってよかったなと思います。なおちゃんさん、ありがとうございます。なんとか受かりました。向かった、証書がね、届いたんですよ。これご紹介しましょうか。どこにあったかな？ここも？これか。サーティファイ。あ、これやな。はい、これです。これが、と小さい、画像的には小さいんですけど、これです。YouTube サーティファイ。受かりましたという証書なんですけれど、実際にこの証書と、あとバッジをもらいました。バッジはもう早速ね、僕の、YouTube の、マイチャンネルの、トップページの、チャンネルアートの方に、まあ、チャンネルアートの画像もね、バッと全部変えて、まあ、そこに、こんな感じかな、これか、YouTube サーティファイのね、バッジをつけました。ちょっとね、画像的にはあと、サンフランシスコのゴールデンブリッジの、海のところに、YouTube サーティファイという、バッジがあるんですが、チャンネルアートにすると
まあ、バッチリと収まってるという、絶妙な位置に、バッチを置きました。あ、チルとサンドさんありがとうございます。まあさすがというか、もう56歳のおっさんなんで、その若い時の脳ではないんでね、もう20歳超えると、脳の細胞が1日何万個、10万個、1万個、100万個死んでいくんですよね。だからもう20歳からもう36年経ってるんで、相当の数の脳細胞が死んでる中での、受験勉強、もう30数年ぶりの受験勉強だったんですけれど、まあなんとかね、受かりました。まあ、今回の、コンテンツの所有権っていうの、まあ結構ね、難しい内容、4択っていうところがミソなんですよね。あの、試験時間2時間あるんで、しかも50問なんで、普通に解いていったら、30分ぐらいでも終わっちゃうんですね。だからじっくりゆっくりずっと見て、これどうだろうかっていうことを吟味していきながらも、まあ、だいたい試験終わったのが40分ぐらいで終わったのかな。で、なんとか、よし、もうこれで大丈夫だと思ったら、OK だったんですが、2時間あるんで、ゆっくりね、じっくり問題を読んで考えていけば、まあ、なんとか、大丈夫かなと思いました。うん。ですんで、次はね、結構ね、あの、一回落ちた、チャンネルの成長というテーマは、あの、試験に落ちたらね、落ちたら、半年後にしか、また再受験できないので、だから来年の、春かな、春前かなにもう一回、チャンネルの成長というテーマについてはね、試験を受けます。ですんで、あと1科目、アセットの収益化、こっちなのかな。アセットって何だろうということを皆さん思いますよね。YouTube には、あの、奥深いいろんな YouTube の用語っていうのがあるんですよね。本当真面目に YouTube のことを勉強しようと思ったらですね、ここ。YouTube クリエイターアカデミーに行けばいいと思います。ここにね、書いてある勉強内容に関しても、まあ、ほとんどがもう、すべてが、YouTube、クリエイターアカデミーの内容なんで、結構ね、勉強に、なるかと思います。あ、ミュージックさん、こんばんは。見逃しました。すいません。今日はライブお疲れ様でした。最初から最後まで、きちっと、拝見しました。あの、今回のライブ、バッチリでした。音声も映像も良かったです。やはり、あの、インターネットの環境の問題と、あと、マイク。今回はね、きちっと綺麗に入ってましたんで、あの、良かったです。十分ね、楽しみました。ありがとうございました。またね、2回、3回と、YouTube ライブ、単独コンサートお願いします。もったいないですよね。視聴者が20人ぐらいでした。ね、見てるのがね、あの、ほんともっと告知というか、もう僕もね、Facebook、Twitter で、YouTube クリエイターの仲間がライブをしますよ、見に来ませんかという宣伝したんですが、なかなか宣伝が、できなくて、申し訳ありません。次回ね、もし、2回目の、YouTube ライブを行う時があれば、またガン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 ね、宣伝したいと思います。はい。あと、あれ、小倉さん今日来てないんだけど、小倉さんがね、結構、3万人ほど、いらっしゃるし、結構小倉さんのチャンネルのライブはね、盛り上がってますんで、小倉さんにもね、ライブの告知宣伝をしてもらうと、効果はあるのかなと思います。あと、Twitter とか Facebook とか、あと YouTube クリエイターコミュニティでも、宣伝すると、いいのかなと思うんですが、あそこはね、コミュニティというところで、あまり自己宣伝、自己 PR ができない場所なんで、だったらもう SNS でね、ガン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 宣伝すればよいかと思います。またこの次もライブ、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、日々勉強、YouTube ライブをするにしてもね、いろんな勉強、いろんな失敗があります。僕も初めて YouTube ライブやったのが、もう今から7年ぐらい前だったんですけれど、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。7年ぐらい前だったんですけれど、まあ、当初はね、まあ、いろんな失敗をやってきました。で、まあ、安定して、ライブができるようになったのが、
まあ、約半年ぐらい経ってからね、だいたいコツをつかんで、ライブをやってるんですけれど、やはり半年間はね、あれこれ、考えてましたね。インターネットの環境、あとマイク、あとなんだ、どういった構図割りというか、どういった流れで、やるのかということもね、ずっと毎回毎回、ライブをしながら、勉強してきました。はい、なおちゃんさん、ご質問ですね。YouTube、認定資格ね、認定資格。認定の方ですね。はい。どのようなことができるのでしょうか。どのようなこともできません。できませんというか、これ、もともとは、自分とこの会社、企業で、動画マーケティングとか、あと自社の、自分とこの会社で、YouTube の公式チャンネルを作って、ガン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 動画を流したり、あと音楽配信会社、あとレコード会社、あともちろんテレビ局、あと映画配信会社、いろんな会社ありますよね。そこの会社向けた、従業員さん向けの、認定資格試験なんですね。会社側っていうのは、また認定資格を持ってると、お給料が上がるんですよ。ね、お給料が上がるとなれば、社員さんは一生懸命勉強しますし、いろんな YouTube に関する奥深いことが勉強できます。会社における、コンテンツの所有権の管理とか、どうすればいいかとか、そういったことをね、勉強する場なんですね。僕ら個人でどんなことに使えるかっていうと、例えば、個人的に YouTube チャンネルのコンサル担当、コンサルティングを行うときには、まあ、有利になりますね。まあ、その収益化に関する問題とか、あと所有権に関すること、自分の、著作権どうするかとか、どうすれば、自分のチャンネルが成長するのかということ、そういった情報を持ってますんで、そういったことをね、コンサルティング業務に生かすことができるのかなというふうに思います。ただ、人のチャンネルの成長は一生懸命応援するけれど、自分のチャンネルはまだ3300人前後なんで、そこ恥ずかしいんですよね。だから、なんでしょうね。もう、コンサルティング業務って、自分のことよりも、皆さんの、チャンネルの成長を願って仕事やってる部分があるんで、自分のことは後回しっていうところが多いんですよね。本当は、自分のために、どうすればチャンネルが成長するのかっていうことをやればいいんだけど、ご存知のように、僕のチャンネルっていわゆるエンターテインメント系でもなく、音楽系でもないし、お笑いでもコメディでもない、YouTube の使い方に困った方が、見に来るっていうヘルプ&チュートリアル動画系のチャンネルなんで、困っていない人が見に来ないんですよね。困っているから見に来るわけであって、そこにどのくらいの需要があるのか、どういったニーズがあるのかも考えもしないで、ポンと作ったもんですから、あまり、チャンネル的にね、成長が望めない、分野に、動画を出してるということなんですよね。あ、なおちゃんさん大丈夫ですよ。はい。だからそこ、なんか、認定資格ってどちらかというと、大企業向け、企業向け、の方に、方向性を持ってるっていう、感じの内容なんですが、でもね、個人でも十分、勉強することはできます。僕ら、トップコントリビューターということで、まあ、略して TC と言いますが、トップコントリビューターとか、ライジングスターとか、YouTube クリエイターコミュニティ、それと、YouTube 公式ヘルプフォーラムで、活動してますけれど、やはりね、そういった、称号を与えられて、仕事をする上で、やはり自分自身が、そのスキルとか知識や情報を持ってないと何もできないんですよね。人に教えることもできない。自分自身がどう困ってる場合も自分がどうもできないというのが出てくるんで、自分が困ってる時には相手も困ってるんだと。相手が困っていれば、もしかすると自分も困る場合があるんだよということで、まあ、いつでもね、学ぶという姿勢は、持っているところでございます。だから本当、なんていうか、自己満足なんですよね、自分の。俺はこうってのを持ってるぜという自己満足なんだけど、ただ、額縁に入れて飾っておくような、認定資格
だったらもう何も使えないし、YouTube ってほら、みんな毎日見てますよね、スマートフォンとかで。動画も投稿しますよね、月に1本、週に1本、毎日1本とか。日頃、毎日、使ってるものだの、なので、必然と困ってることも出てくるんですよね。だからこの認定資格っていうのは、棚の上に飾っておくようなものではなく、日頃から使うために、結構ね、こういった、勉強内容とか試験問題も実践的な内容が出てきます。例題があって、こういった場合には、どう対応しますかって4択。似たような4択出るんですよ。どれだろうな、どれも当てはまるようなということで消去法で消していって答えを選んでいくんですけれど、だから、日頃からも、逆に言うとね、日頃から困っている、大変だっていう方の方が勉強しがいがあると思いますよ。松の家プロジェクトさん、はじめまして、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、たまに見てもらうっていうだけであって、まあ、そんなにそのヘルプ動画、チュートリアル系の、チャンネルがぐん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 成長することもないんで、まあいいのかなと。まあ、自分のチャンネルは、まあいいのかなというふうに思っているところでございます。はい、ということで、まあね、受かった、良かったじゃなくて、まあ、次の2科目目の勉強があるんでね、2科目目はもっとね、今回の、内容よりも奥深いところで、やはり皆さん著作権ということを結構気にしてらっしゃいますよね。で、YouTube の場合には、もちろんそのいろんな国の、著作権、アメリカで言えば、アメリカ、ミレニアム著作権法ってあるんですけれど、法律の元に従って動いてますけれど、やはり、著作権とついてくるのがお金、収益、他人のものを黙って使う人にお金が入ってこないような仕組み、それをコンテント ID システムが作っているんですが、そのコンテント ID システムも、完璧なものではありません。一部というか、まあ、ロボットが検知したやつを人間が、最終的には判断しているという部分があるんですけれど、そういった中での YouTube における例えばあるユーザーさんが、僕の動画を無断転載して YouTube にアップしたその動画に、収益が出ているとそういった場合に、どうするんだという時、その相手の動画に収益が出ても、その収益は僕の方に入ってくるという仕組みがコンテンツ ID なんですね。だからよくあるのが、よく間違えているのが、例えばテレビ番組無断アップロードしている方いらっしゃいますが、その中に、収益化できているものがあるんですよ。そのお金って、その無断転載をしたユーザーには入りません。1円も入りません。これはコンテンツ ID システムによって3種類あります。3種類。1種類目が、収益化許してもいいよっていうやつ。まあ、これ一番緩いのかな。2番目が、じゃあ収益を分配しようかと。で、このユーザーが、この後、その無断転載する動画をどう取り扱うのか、このまま残しておくのか、消すのか、どうするのかっていうのをずっと追跡しましょうと。これと、この動画の再生回数、視聴回数がどう変化するのかを、追跡しましょうと。で、3つ目がもう削除、著作権法に従って法的手続きを得てもう削除しようというね、3つの方法があります。それに従って動いてるんですね。その中で、まあ、一番重いのが、削除、ブロックということなんですが、すべてはそういったコンテンツを持っている、所有者、テレビ、映画、音楽の会社が持ってるんで、ほとんどね、無断転載した方に、お金が入るってことはほぼありません。そこね、よくね、勘違いされるんですよね。うん。ちゃんとした、権利者にお金が入るようにするために、まあ、コンテンツ ID システムがあるんですよね。まあ、そのあたり、さっき出しました YouTube クリエイターアカデミーに書いてますんで、そこを詳しく勉強すると、ああ、なるほどね。こんな使い方があるんだと。だコンテンツ ID をね、理解すると、今の著作権法って、もうそろそろね、変わっていかないといけないよね。あ、ゆみみさん、こんばんは。と思うんですよ。
もうご存知のように、SNS でシェアという方法がありますよね。いろんな方法でシェアしてますよね。他の方の写真もシェアしてますよね。それはシェアだからできることであって、その方の写真をダウンロードして、貼るっていうのは、これアウトなんですよね。そのダウンロードして貼るのと、シェアするのと、何かどう違うんだということなんですよ。それで考えた場合に、もうそろそろね、著作権法というのも、今の社会に、即したような内容に、変えていかないといけないかなと思ってます。ゆみみさん、ありがとうございます。喜んでばかりもいれないので、また次の新しい勉強も始めてます。そういったあたりね、著作権と所有権、YouTube が推進しているコンテンツ ID システム、そのあたりはね、僕らユーザーもきちっと把握して、正しい利用の方法を、やっていかないといけないかなというふうに思ってます。動画の左端に映ってる赤い橋はゴールデンゲートブリッジ。ゴールデンゲートブリッジです。サンフランシスコですか。サンフランシスコ。YouTube の本社がある、YouTube の本社はサンフランシスコ、カリフォルニア州のね、そうです。去年の、9月に、第1回目の、YouTube、コントリビューター、サミットっていうのがあります。コントリビューターコミュニティサミットかな。全世界中の、トップレベルコントリビューターとか、ライジングスターさんとかが集まって、その YouTube の本社の方で、3日間サミットがありました。その時にね、1日目、時間があったので、ここにいつもやってくる小倉さんと2人でね、観光に行きました。その時に行った、ゴールデンゲートブリッジの、写真です。撮影者は小倉さんです。その写真を、使ってます。年に1回やりましょうみたいなことがあったんですが、今年は、なかったです。2年に1回とか、来年ぐらいはあればいいなと思ってますけれど、かなりね、YouTube、Google さんって、人の使い方がうまいというか、ボランティアさんをうまく利用して、TCRS にしてね、活動してもらってるって部分が、僕らからすると、Google のお金で、海外に行けるということは、非常にラッキーなことで、もうそういったね、なんというか、ラッキーなことをね、どん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 、利用しないといけないかなと思ってます。サンフランシスコのサンブルーノというところにあって、そこには、あそこはね、シリコンバレーに近いんですよね。シリコンバレーって名前聞かれたこともあるかと思うんですが、アップルの本社とか、ヤフーとか、あとなんだっけ、もちろんグーグルもありますね。いろんな、IT の大手企業の本社が、集中してます。サンブルーノの近辺には、グーグル、YouTube ですね。ということでね、シリコンバレーの方には去年は行ってなかったんで、もう次回ね、YouTube 本社に行くことがあればね、ちょっと、あちこちね、足を伸ばして、観光したいなというふうに思っております。ありがとうございます。結構ね、写真はね、バン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 ね、撮ってきました。いろんなところでね、もちろんその YouTube の、サムネイルでも使ってますし、あちこちでね、写真は活用しております。ということでね、受かってよかったよかったっていうようなことは言えません。これね、期間があります。期間があって、試験に受かってもね、また受験しないといけません。その期間っていうのが、約1年半。1年半後には、また試験を受けないといけないんですよね。これ何かというと、企業で言うところの、これね、QC 活動、クオリティコントロール、品質管理を行わないといけないんですよね。だからもう1年半も経つと、YouTube のシステムも変わってきますし、僕もね、年を取ります。で、昔学んだことが、その1年半後には、有効かっていうとそうでもないですよね。また1年半後に新しいシステムが生まれれば、その新しいシステムの勉強しないといけない。ということで、
一応休止の保持ということで、1年半ごとに、まあ、試験を受けるという決まりがあります。はい、ですので厳しいというか、まあ、IT 業界とも日進月歩、もう日々どん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 進化してますんで、そこはね、どん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 変わっていくんで、そういったスキル関係もね、また新しいことを勉強していかないといけないんで、もう56歳のおっさんでもね、もうこれからもずっと毎日、勉強していかないといけないかなというふうに思っております。まあ、勉強する、こういったチャンスがあるんで、ボケることはないですね。まあ、ボケ防止には、まあ、非常に良いのかなというふうに思っているところでございます。はい。だから、水木さん、すごいですよ。羨ましいと思ってますよね。水木さんも、チャンスはあります。どういうチャンスかというと、YouTube クリエイターコミュニティにバン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 投稿することですね。いろんなこと、何でもいいです。僕も最近、しょうもないことも、投稿してますが、やっぱりバン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 投稿していくと、注目度が高まってきますんで、歌って、喋れて、バイオリンが弾けて、しかも、YouTube クリエイターのトップコントリビューターってなってくると、わ、すごいってなりますんで、ぜひね、クリエイターコミュニティをね、ガン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 使ってね、トップコントリビューターになってください。昔ね、ブーフーさんというね、女性の方が、トップコントリビューターでしたけれど、辞められていますんで、今、女性のトップコントリビューターがいません。男性ばっかりです。ですんで、ね、ぜひ女性のトップコントリビューター目指して頑張ってください。はい。まあ、支えるというか、まあね、良ければ、もうご自分で勉強するのが一番いいです。いろんな悩みって、あ、こんばんは。上田さん、よろしくお願いします。いろんな悩みって、すべてどこに書いてあるかというと、答えはもうあるんですよ。答えは。それを探しきれないんですよね。YouTube ヘルプに行けば、すべての答えがある。ただし、実践的な内容に関しては、ケースバイケースがあるんで、YouTube ヘルプで、回答があることもないこともありますが、規定の、これまで、繰り返してきてある、来ている、よくある質問っていうのは、ほとんども YouTube ヘルプをご覧になれば、回答はあります。そこですね。だから検索で自分が困っていることを YouTube ヘルプで、どうやって引き出すのかっていうところ、検索力、そこが、必要になってくるのかなと思うんですよね。うん。そのあたりはね、まあ、お互い、僕、なおちゃんさんができないことは僕応援します。自分ができることは自分でありましょう、みたいな形に、なってくるのかなと思います。そうです。水木さんは今日は、YouTube ワンマンライブを行いました。ね、水木さん。チャットの方で盛り上がってください。大分県出身のバイオリニストで、結構ね、バイオリンがうまいです。僕、ファンになりました。ですんで、またね、近いうち、ライブをよろしくお願いします。まあ、そうですね、まあ、検索力って、まあ、日頃から自分で調べていくっていうことを繰り返し繰り返しやっていけば、問題ないと思いますよ。だから、美味しい店どこにあるのかなとかね。だから、あ、ここに美味しい店あるよねとか、いうことから始まって、だから自分の困っていることって何だろうということをね、キーワードにして調べていくということで、身についていくと思います。一回ね、自分で試してみてください。はい、ということで、明日はね、お祝い、あまり浮かれてはいけないんだけれど、お祝いしようかなと思って、自分にお祝いしようと思ってですね、あ、その前に、それ置いといて、須藤さん、TC になるのには、登録者人数とか関係ありません。全く関係ないです。で、TCRS になる基準っていうのも、ないと思いますよ。ないと思います。僕らね、初代の TC は、私と、ブーフーさんと小倉さん、3人でした。もう、RS じゃなくて、ポンとも TC に行ったんですね。というのも、
このコミュニティクリエイターというのができた時には、参加者もほとんど少なく、僕自己紹介したのが、6番目何番目っていうところで自己紹介したんですけれど、ベータ版だったんですね。そんでそのベータ版から、1年間の間にもうバン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 投稿したら、いつの間にか、綾香西野さんから、TC になりませんかって言われて TC になったんですね。うん、いわゆる投稿数が多いということ、トップコントリビューター、コントリビューターなんで貢献すること、そのコミュニティにどのくらい貢献したのかというところですね。その貢献度というのが、コミュニティマネージャーの西野さんの方では何かデータがあるのかなと思うんですよね。だから RS さんは、このぐらいの貢献度、TC さんはこのぐらいの貢献度という、何かの目安はあると思いますよ。それに従って、RSTC に上がっていくんだろうなというふうに、思います。うん。だからもう続けて投稿していく。で、しかもね、自分の言いたいことだけではなく、まあ、今日も書いたんだけれど、自己紹介コーナーの使い方、自己紹介コーナーは、こういうテンプレートがあるから、テンプレートを使って自己紹介お願いしますねとか、なんていうかね、相手のことをちょっと思いやるような、あまり強い口調で言っちゃうと、嫌がるんで、相手のことを思いやるような感じで、コミュニケーションを図る、といいと思いますよ。あとはその動画しか投稿しない方々に関しても、動画以外にもこの動画を通してここはどうすればいいでしょうかっていうアドバイスをもらえるような、投稿もいいですよねみたいな感じで、投稿すると良いかと思います。はい、ゆみゆみさん、何でしょうか。どうぞご質問いいですよ。何でも、また時間はちょっともう30分超えましたけど、今日土曜日なんでまた時間はありますんで、何かご質問があったらよろしくお願いします。ですんで、TCRS なろうと思ったら誰でもなれる、誰でもチャンスはあります。そうなってくると、YouTube 本社にも行けます。ただね、だから頑張っているって部分もあると思うんですよね。TC になればいいことあるよねって、YouTube 本社に行けるよねって、 Google のお金で海外に行けるよねということで、まあ、皆さん頑張ってるんだろうなと思いますよ。うん。はい、ミュージックさん、一緒に行きましょう。もうガン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 もクリエイターコミュニティを使いましょう。いろんな情報をね、発信していきましょう。まあ、相手のことも考えながらね、やっていけば、特に大きな問題ないと思います。うん、もう、コミュニティなんで、まあ、一個の社会なんで、もう、その社会にはルールがあるように、まあ、コミュニティにもルールがありますと。それに従って、投稿していけば、まあ、特に大きな問題ありません。ただ、YouTube 公式ヘルプフォーラムの、TC もやってますが、ここが難しいんですよね。ヘルプフォーラムなんで、YouTube クリエイターになるためには、まず何をすればいいでしょうか。はい、一番簡単です。動画を投稿しましょう。ね、それで OK です。ただ YouTube クリエイターっていう名前だけいいけれど、動画投稿してる方は皆さん YouTube クリエイターです。僕は YouTuber とは思ってません。なんかね、YouTuber が流行語大賞のノミネートされましたけれど、なんか、これテレビ、マスコミが作ったのかわかりませんけれど、YouTuber イコール金儲け、みたいな、イメージが僕はあるんですね。だから僕としては、YouTuber という言葉は使いませんね。あと YouTube の公式イベントの方でも YouTuber って一切言わないですね。あれ偉いですわ。YouTube クリエイターさんって言ってます。だから動画投稿する方、一本でも YouTube に動画を投稿していれば、皆さんも YouTube クリエイターなんですよ。だからなるためにはもう動画さえ投稿すればいいです。まあ、それはね、スマートフォンからでも、パソコンを使って、動画編集ソフトを使ってね、YouTube にアップしても、どんな方法でもいいので、もう1本以上アップしていれば、皆さん、YouTube クリエイターです。よろしいでしょうか。大分ですよね、ご出身。もし、ご実家というか、生まれた大分にね、帰ることがあったら、
まあ、そのまま宮崎まで足を伸ばしてもらえればね。でも大分、宮崎って、まあ、遠いんですよね。東九州道がオープンしても、なかなかその大分まで、距離があるので、なかなか山越えっていうのは大変ですよね。もしその、ああ、東京なんですか。残念です。ただ、生まれた大分ってことですかね。生まれた大分に行くことがあったら、ぜひ南の方まで足を伸ばしてください。よろしくお願いします。その時には人いっぱい集めて、ライブができるように、準備をしておきます。よろしくお願いします。はい、ということです。機械音痴っていうか、皆さん機械音痴、まあ、文系人間、理系人間ってよく分けられますけれど、そんなに機械に詳しい人間っていませんよ。僕の知ってる人って、パソコンのプログラマーやってるんですよ。プログラマーやってるんだけれど、ワードが使えない、エクセルが使えないんですよ。ね、プログラマーというと、お、すごいねって、パソコンの専門家だよね、何でもわかるんだろうって言ったら、いや、わかりませんと。プログラムしかできませんと。なんか、動画とか、ワードとか、エクセルとか、それはもう一切できませんって人多いですよね。だからもうインターネットも分業制で、パソコンができれば、すべてできるっていうわけでもないし、やる車の修理工のお兄ちゃん、エンジニアさんに限っても、言いますよね。車についてはわかるけれど、他はわからないっていうのが。だから、オールマイティに、分かろうとすると、まあ、これは非常にその無理があるんで、だからもう、なんだ、皆さんの助けを借りながら勉強していく、学んでいくっていうスタンスでいれば、まあ、そういった機械音痴とかいうこともね、減っていくのかなと思います。僕もね、プログラムできません。なんか、もし自分がそのパソコン、プログラム作ってって言われても、多分できないだろうなって、少しはわかるけれど、詳しく突っ込んだプログラムはできないだろうなと思います。なんか、一長一短ありますんでね、人間はね。自分の長所、良いところをね、どん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 伸ばして、分からなかったら、聞いて回る。これどうするのっていうスタンスで良いと思います。まあ、その点僕の動画、まあ、宣伝ではありませんけれど、ヘルプ動画、多数出してますんで、リクエストがあったらね、そのテーマに従って動画も作りますんで、メインチャンネルの方にね、コミュニティというタブ、これも最近タブができたんですけど、メインチャンネルご存じない方はご紹介しますね。よいしょ。これがメインチャンネルなんですが、そこにコミュニティという新しいタブができまして、そこでなんか皆さんと、交流できるっていうのがあるんでね。まあ、そこにこういった動画を作ってくれませんかみたいな要望を出していただければ、その動画をね、作りたいと思います。はい、そうね。最初はどんな動画を投稿すればいいでしょうか。あ、ゆむゆむさんが興味持ってるもの。あと、一番大きなのが、書けますね。チャンネルの方向性。例えば、僕だったら、ヘルプ動画、を作ってやっていこうと。ミュージックさんだったら、音楽のチャンネルを作っていこうという方向性、見えてきますよね。で、なおちゃんさんだったら、ワンちゃん、犬のチャンネルを作っていこうという方向性が、見えてくると思うんですけれど、まず自分が YouTube チャンネルで、どういった動画を投稿したいのかっていう、何から撮れば、投稿しやすいのかっていうところ、やるチャンネルのコンセプト、そういったのをまず考える必要があるのかなと思います。だからまあ、ペットがいればワンちゃんとか、あとゆみみさんが、趣味にしてることとか、興味があること、あと自分の街の様子とかね、動画を通じて、自分をどう表現するのかっていうところにもつながってきますんで、まあ、そこはね、最初から方向性が見えなかったら、まあ、とりあえず自分の身の回りのことを、撮って、動画編集の勉強も兼ねて、何本か動画投稿する中で、自分の方向性をね、
決めてもいいのかなと思います。あ、上田さん、最近見ました、ありがとうございます、ということになりますね。うん、だから僕も初めはね、周り、迷いましたよ。で、一本のチャンネルに、地元の話題とか、政治の問題とか、社会問題、YouTube の簡単使いこなし、商品レビューとか、もうごっちゃ混ぜになったもんですから、今チャンネルを、3つ、大きく3つ分けてます。メインチャンネルが、今言った、ヘルプ動画と商品紹介とかね、そういったもの。2つ目が、地元のニュース、話題、社会問題とかそういったもの。で、三つ目がこの YouTube ライブの専門チャンネルというふうにね、分けてます。まあ、最初から分ける必要はないと思うんで、まず、ゆみゆみさんが、どういったものを投稿しようかと、どういったものを投稿すると、みんなが、見てくれるのかなというところ、そういったところをね、まあ、焦らずゆっくり考えていければよいかなと思います。あと、なおちゃんさんの手話。あれもね、いいと思いますよ。もう、二十数年ぐらい、手話をやってるってことでしょ。だから、その、二十数年間の手話の、経験を生かして、手話のチャンネルを作るっていうのも、僕はね、いいかなと思います。ぜひ、ご検討ください。はい、ということですね。まあ、最初は皆さん、どういった動画を投稿すればいいのか、ところ、悩むんで、まずは一本、何でもいいから作ってみようということで、出してもいいと思いますよ。うん。そこから、チャンネルの方向性を考えていけばよいかと思います。本当ね、言っちゃ悪いんですけれど、まず失敗しましょう。失敗して、悩みましょう。悩まない人、失敗しない人っているんですよね。よくそのヘルプフォーラムなんかで、どうすればうまくいきますかという質問があるんですよ。そのうまくいく方法ばっかり回答を求めてる若いクリエイター多いですよ。それじゃあ僕ダメと思うんですよね。まず自分でアドバイスもらうけれど、自分でやってみて、自分で失敗をして、自分で悩んだ上で、どこをどう改善すれば、どこをどう変えればいいのかっていうのは見えてくれば、自分でやっていけるんですよ。初めからいろんな成功事例をね、学んで、成功事例から、失敗しないようにするにはどうすればいいのかと考えても、それは無理です。人、個性があるし、人は違うんで、そこなんですよね。まずは失敗してくれと、悩めと、悩んで困ったら僕に来てって答えを出すよっていうことなんですよね。悩む前からあれこれ質問しても、まあ、通り一辺倒の回答しか言えませんよね。悩むと、具体的に、ここのこういうところのこれを悩んでるんですよっていうのが自分でも言えるんですよ。自分でも言えない段階では、まだ難しいよねというところです。あ、そう、失敗しないことが失敗ない。そうなんですよ。もうどん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 失敗していく中で、改善点とか、どこをどうすればいいのかという具体的なことが自分に見えてくるんで、まずそこまで自分を落としていってやっていかないとダメです。そのためにはノート。ノートに、まあ、自分のチャンネルの方向性書いてのありますよ、僕も。もういっぱいノート作ってるんだけど、自分の最初のチャンネルの方向性とかね、どうすればいいとかね、自分が作った動画を見直して何がいいか悪いかとか、で自分の動画をね、全部そのラベル分け、ノートにブワーッともラベル分けして、どういった動画がいいんだとかね、全部ブワーッと書いてるんですよ。それで失敗ノートをね、作っておくと、まあ自分のいい、記録になるし、次回はこんな失敗はしないというふうにね、自分で分かっていくんですよね。まず自分が分かっていかないと、人から聞いた話を聞いてあったって、それは成功しません。うん。はいはいはい。まあ、僕もね、軽微なペナルティー受けますよ。変な話、YouTube に貢献しているトップコントリビューターがペナルティー食らってるんですよ。それも動画にしたんですけれど、やはりね、ペナルティー食らっても、やらなきゃいけないことはいっぱいあるんですよ。で、ペナルティー食らうと、今度は、なんでペナルティー食らったのかっていうことを分析できるんですよね。ペナルティーも何も受けてない。
まっさらな人がね、ペナルティはこうですよと言ったって、それは全然重みがないんですよ。実際ね、ペナルティ受けた自分が受けた内容を分析して評価する中で、人に言えるってことはいっぱいあるんですよね。そこも同じ失敗ですよね。失敗することがあって、ペナルティ受けることがあって、今こう変わったんだよってもう自分でも言えると、まあ、そこは成長してますよねということになるんですよね。そうです、なおちゃんさん、失敗ノート、いっぱい失敗ノートを作って置いておくと、見るとね、次からこんな失敗やめようというふうに思うんで、やっぱりアナログではありますけれど、そういったノートをね持っておくと良いかなと思います。はい、ということで、木曜土曜日なんで、あとね、あと10分ぐらい放送、しますが、他にご質問とかございましたらどうぞよろしくお願いします。そう、失敗が続いてアップロード後に削除することがあっても、僕はね、残しております。よっぽどその変な動画は消しますけれど、どこでその失敗したのかということをね、後で反省するために、そういった動画は非公開にして保存しておくと、あと自分で、なんで失敗したのかということが勉強できるので、YouTube には公開、限定公開、非公開とあるので、失敗した動画なんかもね、非公開にしておいて残しておくと、いい勉強材料になると思います。まあ、そう考えるとね、なんだろう、単なる YouTube 動画共有サイト、なんですけれど、されど YouTube なんですよね。奥深いですね。本当これ YouTube で仕事やってる人っていうのもいらっしゃるわけであって、本当もう、極めていくと、もう本当奥の深いことがいっぱいあるんで、まあ、さっき言った冒頭で言った、著作権と所有権の問題とか、あとコンテンツ ID の問題とか、もっとずっと深く勉強していくと、あ、なるほどなと、ストーンってね、自分の中に入っていくところがあるんで、もう本当勉強ですね。そうですね、犬の動画とか、まあ、何種類かね、動画作ってみて、僕はなおちゃんさんがさっき言ったように手話動画、僕これね財産になると思いますよ。僕もね手話をね勉強したいんですけれど、勉強する時間ないんだけど、動画を見る時間があるんで、動画を見ながら手話を勉強するっていうこともいいのかなと思うんですよね。もしあれだったら行きます、車運転して。この前、昨日その前か、車タイヤ新品で買えたんで、長崎まで、宮崎から車で行くと8時間ぐらいかかりますけれど、ドライブがてらパソコン、動画教えに行きますんで、その時にはどうぞよろしくお願いします。やはりね、オンラインで話せること、もあるし、直に会って説明しないと分かってもらえないこともありますんで、そこをね、なんか臨機応変に対応できればいいなというふうに思ってます。まあ、東京とかまではね、ちょっと難しいですけど、まあ、九州管内であったらね、本当ね、オフ会というか、リアルタイムで、実際にお会いしてということもね、いいのかなと思います。ああ、はいはいはい、わかりました。また手話動画に関して、どこをどう失敗したのかね、またお時間があったら、ゆっくりとお話をしましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、もう今日の放送終わりにしますって言った時に言った言葉なんかあったかな。あ、そうそうそう。あまり浮かれてはいけないんだけれど、ちょっとね、今回受かったんで、ちょっとね、お祝いに行こうと思います。弟がね、明日、お休み、まあ、月に1回ぐらいは、弟と、食事に行こうというふうに決めてるんで、明日はね、ちょっとお魚を食べに行こうと思ってます。今宮崎は、伊勢エビが美味しい時期に入ってきました。よく言いますよね、英語のスペルで、セフテンバー、ノーベンバー、ディセンバー、セフテンバーは9月かで、オクトーバーか、セフテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーと、バーがつく月は伊勢エビが美味しい月って言われますよね。ですんで明日はね、ちょっと、豪勢に伊勢エビ、海のものをね、食べに行こうと思ってます。
お肉もまあ好きなんですけれど、まあ、どっちかっていうとお魚の方が、好きですね。青島っていうところがあるんでね、青島の漁港の近くに、美味しいそのお店があるんで、さっきお電話したら結構混んでますって、で、相部屋でいいでしょうかということで、予約入れましたけど、結構ね、そこのお店美味しいんで、年に1回はね、そこで伊勢エビを、食べてます。はい、明日はね、ちょっとね、祝賀会をやりたいと思います。まあ、そのお話もね、多分動画でね、撮ると思うんで、海のもののね、動画をね、またご紹介したいと思います。はい、ということで、今日はね、土曜ということもあって、時間をちょっとね、延長してお話をしました。まあ、週末はね、このようにして、皆さんからの、質問を受けて、それにお答えするというような質問コーナーというか、そういった時間もあった方がいいですね。何度も言うように、僕の YouTube ライブって、一応タイトルは決めてますけれど、話す内容はほぼ決めてないのでね、皆さんからのチャットを頼りにお話を、しているというところもあるんで、できともね、いろんな情報、話題をね、よろしくお願いします。はい、ということで、今夜の放送はこの付近で終わりにしたいと思います。また明日、伊勢海老のお話を してみたいと思います。はい、今日は多くの方ご覧いただきありがとうございました。なおちゃんさん、須藤さん、水木さん、松の家プロジェクトさん、ゆみゆみさん、チルトサンドさん、上田さんですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。またね、明日同じ時間帯に放送しますんで、お時間ございましたらどうぞ明日もご覧ください。それでは今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。失礼します。おやすみなさい。